五亀山天皇、五亀山天皇、五亀山天皇、1350年、昭平五年から1424年5月10日、欧三31年4月12日は、南北朝時代の第99代天皇にして、南朝最後の第4代天皇、在位、1383年、皇和三年、 明徳三年冬から1392年11月19日、元中九年、明徳三年うるう10月5日。意味縄、広司生、広成。北朝を擁護する将軍、足利義満が提示した、講和条件を受諾して、三種の神器を、北朝、五小松天皇に伝えて上位し、南北朝合一を実現した。1911年。 明治四十四年に南朝が正党とされたため、歴代天皇として公認されるようになった。出生、老い立ちは明らかでないが、兄、長慶天皇が戦争した、昭平二十三年、王安画年、1368年3月から8月までの間に立大使され、東宮、スメラ夫等々として、すでに天皇の政務を補佐していたようである。和三年、徳三年、 1383年冬に、長兄天皇の上位を受けて戦争。当時の暗宮は、栄山寺、奈良県五条市であったらしい。この後位交代の背後には、室町幕府への姿勢をめぐって強硬派の長兄と和派の五亀山との間で内部対立があり、最終的には平派の対等が契機で、五亀山の即位が実現したと考えられている。 在位の九年間はちょうど南朝政権の衰退期に相当する。政令が及ぶ範囲は、山と河内、泉、伊などの安宮を中心とした地方のほか、九州の政政府や四国の河野市の政力域に限られ、将軍、足利義満の下で流星を極める幕府との実力差は否定すべくもなった。宗長親王や金長親王が要さり、異性を失った南朝にとって、 和平による合一は必死の状況となっていた。元中九年、明徳三年、1392年、泉、金止後である大内義弘が、南朝の吉田宗久やあの実るためと接触して、加工渉を始める。10月には義光から吉田健博氏を通じて、両朝講和のための条件提示がなされ、天皇は、ついにこれを受諾した、明徳の和訳。 同月二十八日に南朝君臣は神器を奉じて吉野を出立し、うるう十月二日に京都大閣寺に到着。同月五日に三種の神器のみが大閣寺から北朝、五小松天皇の土三角代理に移された。ここに南北朝時代は終わり、皇統は北朝の一党に帰することとなった。これに伴い南朝元号である元中は廃絶し、天皇の弟で、 東宮院にあった森清院宮、これしげ新農家は事実上敗退しされた。五亀山は、後年、領長合一を決断した理由に関して、自らの運命を、人とにテント診療に任せ、民間の憂いを除くためだったと述解している。合一後、大覚寺を先頭とした五亀山は、大覚寺伝と称されて、幕府の被扶養者としての待遇に甘んじなければ、ならなかった。 明徳五年、1394年2月6日、天竜寺にて初めて、義光と面会し、その結果、同月23日に、不当局帝へ、即位しなかった天皇として、大上天皇、上皇の尊号を贈られた。その唱書は、延元元年、剣務三年、1336年11月2日、北朝、光明天皇が、南朝、五代五天皇、 五亀山の祖父に対して、大乗天皇号を送った礼に準ずるものとされたが、幕府が旧北朝と五亀山双方の対面を保つために採用した苦肉の策であった。欧英四年、1397年11月27日、孫悟及び表情を辞退し、義光もこれを了承。その後は、出家を遂げて、金剛をと合し、ひたすらイ遁トン生活に入る。それでも、 あの実るため、高田目不死や六条氏、広氏など、わずかな国が側近として仕えており、吉田健、広氏、健厚不死が神道を信仰することもあった。ところが、同十七年、千四百十年十一月二十七日、突如佐賀を出本して、吉野に先行し、以来ここで六年を過ごしている。この事件に関して、関門日記には生活上の困窮によるものとするが、 当時の幕府が、講和条件の一である、両党鉄律を破って、五小松天皇御子の御人信郎、後の将校天皇の即位をも論んでいたことから、そのような同性に不満を抱く五亀山法王の抗議行動であったと考えられる。しかし、その会もなく、同19年、1412年、将校天皇が戦争、同22年、 1415年これに反発した伊勢国寺北畑三政が放棄するも、節制神皇、五亀山の弟下の朝廷によって、幕府とは僕が成立したため、翌23年、1416年9月に広橋金信らの仲介で、法王は大覚寺に還了した。東国情勢などで不安要素を抱えていた幕府は、旧南三角を、 吉野の山中に放置しておくことの危険性を熟していたので、所領回復を条件に、五亀山の官業を再三要請したのである。同三十一年、千四百二十四年四月十二日、雷鳴のとどろく夜に、大覚寺で放御。放産は七十五とも七十八とも言う。五亀山が果たせなかった、行為回復の意思は、子孫の小倉宮に受け継がれ、 やがてあと南朝による幕府への抵抗運動を引き起こした。昭平20年1365年の第360鹿に、無本神能として、天治元年1375年の500番歌合わせに、原始史の隠し名で映信したのは神能時代の五亀山印か。同2年1376年の千秋若には、 三永阿蘇の隠しなで永進したが、新馬若衆には入らず、直線衆は、新族古今和歌集に三種のみが日衆する。なお、吉野周囲下には、幼児の広成の御子が、地震の嘘を見抜いて、最地を示すという逸話が見えている。ただし、この広成は、長慶天皇のことと解する説もある。小村上天皇の第二王子、母については、 あの実るための女とする系図があるが、これは世代的に整合せず、あるいは長慶天皇と同母で二条氏元の勇士、下記門院かと思われるものの確証はない。皇妃は一切不詳。一時資料に確認できる未婚女は次の一王子のみである。近世の南朝系図は以下の皇妃、未婚女,女を挙げているが、長慶天皇との混同もあるため、 そのままには信頼できない。三笹は、宮内庁により、京都府京都市右京区佐賀取本小坂町にある佐賀、小倉寮佐賀の小倉の三笹に地上されている。宮内庁上の形式は、石像逸話等、小倉山の登録に所在する。笹草当時の資料はないが、山城名称氏南朝商雲録、周囲と名所図へ、三領氏 経図産業などの金星文献は、当初を三ぎとして挙げている。幕末治む領の際に正式に国王を三ぎと定め、福田寺の広報にあたることから、福田寺領と称したが、明治十二年、1879年元領号に、改定。伝承によれば、福田寺は、法王の小倉殿を浄土宗寺院に改めたものという。中世以降荒廃したが、大正寺。 上行区の甘宮により、禅寺として、最高、同時末寺となり、明治十五年、1882年吸収されて、廃寺に至った。なお、棟梁のほか、歴朝容器、両母一空章は百十元梁、大阪深田の市、被災地の私宿寺内を、南方領として挙げているが、これは道書にある、亀山天皇供養等の家電であろう。天皇筆としては、わずかに、 関心寺園二翼書き、重要文化財、関心寺像と、宝共院だらに、重要文化財、松尾寺像の二点のみが知られている。また皇居では、高麗殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。